H.L. ハンリーはアメリカ連合国の潜水艦である。南北戦争において実戦投入され、北軍のスループ艦一隻を撃沈したが、寄討することなく沈没した。史上初めて敵艦を撃沈した潜水艦であり、戦争で果たした役割こそ小さかったものの、海戦の歴史においては多大な役割を果たした艦である。ハンリーは海面下での戦闘に、 メリットとデメリットの双方を証明した。ハンリーは敵艦船を沈没させた最初の戦闘用潜水艦となったが完全に潜水することはできず、また攻撃成功後のいずれかの時点でハンリー自身も沈没し失われた。その短い収益期間の間に3度沈没したことで21人の乗組員が死亡した。ハンリーは 丁長40フィート弱、アラバマ州モービルで建造され、1863年7月に浸水した。その後、鉄道で8月13日に、サウスカロライナ州チャールストンに運ばれ、南軍管理下に入り、そして収益直後に、すでに死去していた設計者、ホレスローソン・ハンリーにちなみ、HL ・ハンリーと名付けられた。 ハンリーは設計者のホレス自身の三席目の設計官であったと同時に、その献刊資金は民間人だったホレスの慈悲で賄われており、目的は南軍が北軍の軍艦撃沈にかけた報奨金目当てだった。献刊後、ハンリーは1863年7月31日に攻撃力のデモンストレーションとして古い橋家を撃沈することに成功している。 ハンリーは、その後チャールストンで、南軍の将軍だった、ボーリガード将軍に展示され、南軍の管理下に入った。ハンリーの乗員は8名だが、実戦で使用される前に3回交代しており、1組目は、南軍に引き渡される以前、初期の運用試験中に開いた乗船ハッチが偶然、別の船の航跡と重なったことで浸水し、脱出できなかった半数の4名が死亡した。 二組目は南軍所属の8名が、チャールストンで採用されたが、1863年10月15日、軍事演習中に沈没し、全員が死亡、翌年実戦に向かうこととなる三組目の8名が、新たに乗組員として乗艦している。1864年2月17日、チャールストン外交で、封鎖任務に当たっていた北軍のスクリュー推進スループ艦。 USS フーサトニックを撃沈し、フーサトニックの乗員5名が死亡した。しかし、フーサトニック撃沈後に、ハンリー自身もまた帰還することなく、理由不明ながら、沈没、3組目の乗組員8人すべても戦死した。その136年後の2000年8月8日、沈んでいたハンリーの残骸は引き揚げられ、2004年4月17日、 DNA 鑑定の終わった8人の乗組員の意外は軍装の例によってチャールストンのマグノリア墓地に埋葬された。ハンリーとその前に製作された2隻の潜水艦は、ホレスエル・ハンリー、ジェームズ・マクリントック及びバクスター・ワトソンが民間人として開発し、資金も賄われていた。ハンリー、マクリントック及びワトソンの3人はまず、ルイジアナ州ニューオーリンズで、 パイオニアと名付けた小さな潜水艦を建造した。パイオニアは1862年2月にミシシッピ川で出験され、さらに出験するためにポンチャートレーン湖に栄光された。しかし、北軍がニューオーリンズに進行してきたために開発は中止され、パイオニアは自沈させられた。記録が確かなものではないが、バイユーセントジョンと名付けられた南軍の潜水艦が、 パイオーニアとほぼ同じ時期に建造された可能性がある。3人の発明家はモービルに移動し、そこで機械校のトマス・パークとトマス・ライアンズと合流した。彼らは間もなく2代目の潜水艦アメリカンダイバーの開発を始めた。その活動はアメリカ連合国軍に支援された。第21アラバマ風評連隊のウィリアム・アレクサンダー、注意が この計画の監督任務を与えられた。開発チームはまず電磁動力や蒸気動力による推進法を試したが、結局は単純な手回しクランクによる推進法に落ち着いた。アメリカンダイバーは1863年1月には港での試験の用意ができていたが、速度が遅すぎて実用的ではないことが分かった。2月には北軍による 海上封鎖への攻撃が試みられたが、成功しなかった。2月遅くに到来した嵐のためにアメリカンダイバーは、モービル湾口で沈み、引き上げられることはなかった。アメリカンダイバーが失われてからすぐに、ハンリーの建造が始まった。この段階では、フィッシュボート、フィッシュトーピードーボートあるいは、パーパスなど、様々に呼ばれていた。長く続く伝説では、 ハンリーは廃棄された蒸気ボイラーの胴体で作られていたことになっている。これはおそらく実機を見たことのあるウィリアム・アレクサンダーが描いた断面図では短くずんぐりした機械を示していたからだった。実際のハンリーはその役目に合うように設計され建造されていたので、1902年に PG ・スカーレットが描いた図面に見られる流線型で、 現代風の体が正確な描写になっている。ハンリーは8人の乗組員で設計された。7人が手回しクランク推進のプロペラを回し、1人が舵を握って船の進路を決めることになっていた。船の両端にはバラストタンクが備えられ、バルブを開けて水を満たしたり手動ポンプで水を排出したりできるように設計された。尖閣のもとにも 鉄の重りをボルト止めしてバラストに使われた。潜水艦が急浮上するために浮力が必要な時は船の中からボルトの頭を落として重りを落とすことができるようにした。船内の断面図と平面図、ウィリアム・アレクサンダー注意のスケッチによる1863年作図、ハンリィー・ニュア前と後の低い船橋の上にそれぞれ水密ハッチがあり、 小さな幻想と細長くて三角形の水切り板がついていた。ハッチは14ないし15インチと大変小さなものであり、尖閣への出入りが難しかった。尖閣の高さは4フィート3インチしかなかった。ハンリーは1863年7月には行使可能になった。南軍の提督フランクリンブキャナンの監督下で、 モービル湾で石炭用平底船を攻撃して成功させた。この公の試み後に鉄道でサウスカロライナ州チャールストンに運ばれ8月12日に到着した。南軍はハンリーがチャールストンに到着してからすぐその民間人建造者かつ所有者からこの艦を押収しアメリカ連合国陸軍に引き渡した。この時点からハンリーは アメリカ連合国陸軍の艦艇として運用されることになるが、ホーレス・ハンリーとその共同事業者はこの潜水艦の試験や運航に関わり続けた。南軍の艦船として CSS ・ハンリーと呼ばれることがあるが、アメリカ連合国政府が公式にこの艦艇に収益命令を出したことはなかった。アメリカ連合国海軍 CSS ・チコーラ乗組のタイジョニエ・ペインが ハンリーのスキッパーをシガにし、この潜水艦を送還するためにチコーラと CSS、パルメットステートから7人の主眼上組員が集められた。8月29日、ハンリーの新しい乗組員は、潜水艦の送還法を覚えるために試験選考の準備をしていたが、乗組員が手を漕いで走っている時に、ペイン隊員が誤って選考版を制御するレバーを、 踏みつけてしまった。この時ハッチが開いたままで、ハンリーが先行し、艇の中は水に浸かった。ペインの他に二人が脱出できたが、残り五人は溺死した。10月15日、ハンリーが仮想攻撃を行っている時に不上に失敗し、ホレス・ハンリーと乗組員7人が死んだ。どちらの事故の時もアメリカ連合国海軍が、 ハンリーを引き上げ、任務に復帰させた。ハンリーは、当初、帝の後端の長いロープの端に結びつけた、接触神官を備えた、浮遊式水雷で攻撃することを意図していた。ハンリーが、敵艦に接近してその下に先行し、敵艦の向こう側で浮上する。そのまま敵艦から離れていけば、引っ張られている水雷が、敵艦の原則にあたって爆発することになっていた。 しかし、このやり方では、引き綱が、ハンリーのスクリューに絡みつくか、時間の型に流れてきて時間そのものが危なくなる、可能性があるために、実行不可能と判断された。浮遊式水雷の代わりに、外装水雷が採用された。これは90ポンドの火薬を入れた樽を、長さ22フィートの木製円柱の先につけた、ものだった。その形態は、 当時の潜水艦の絵で見ることができる。この外装水雷はハンリーの船首の上に乗せられ、潜水艦が水面下6フィート以上沈んだ時に使えるようになっていた。水雷の先端には鍵針がついており、敵船に当ててその原則に引っ掛けるように考えられた。当初の設計では潜水艦が敵船から離れてから爆発するように、 紐で引っ張る、機械的な引き金が付けられていた。しかし引き上げられたハンリーの調査では、一巻きの導線や電池の部品が見つかっており、電気的に爆発させた可能性がある。ホレス・ハンリーの死後、PGT ボーリガード将軍は、この潜水艦では、水面下から敵船を攻撃させないという命令を出した。この命令に対応して、潜水艦の選手に、 鉄製パイプが取り付けられ、その先端が下方に曲げられており、水雷が効果を出しやすいだけの水深で引っ掛けられるように工夫された。この方法はそれより前に CSS デイビッドタイプの水上管のために開発されたもので、北軍の USS ニューアイアンサイドに対して成功していた。1902年発行の雑誌、コンフェデレートベテランでは他の技師たちと共に、 マーシャル砲台に詰めていた、ある技師の改装機が載せられ、ハンリーが1864年2月17日の最後の任務で出航する前に、鉄製パイプの構造を調整したと述べている。鉄製パイプ円柱の絵は、デービッドタイプの装置を肯定するものであり、潜水艦の軍事史初期出版物のいくつかに掲載された。ハンリーは1864年2月17日の 夜に、その最初で最後の生きた標的への攻撃を行った。その標的が USS フーサトニックだった。USS フーサトニックは、排水量1240ショートトン、蒸気駆動で、大砲12門を搭載したスループオブオーであり、チャールストン港入り口の沖合約5マイルに、停泊していた。チャールストンの海上封鎖を破るための動きとして、 ジョージー・ディクソン海軍隊と7人の志願兵乗組員がフーサトニックに挑み、その尖閣にうまく鍵張り付き外装水雷を引っ掛けさせた。ハンリーが十分遠ざかってから水雷を爆発させ、それから五分のうちにフーサトニックを沈ませた。フーサトニックの乗組員5人が艦と運命を共に、したが、残りは救命ボートに乗り移ったり、マストに登って、 救出を待ったりして助かった。ハンリーは攻撃を成功させたが、そのまま未期間となった。攻撃を開始した午後8時45分から約1時間後までは、ハンリーが健在だったとする証言がある。攻撃の翌日、マーシャル砲台の指揮官は潜水艇が寄討しつつあるという、所定の信号を受信したと報告した。その信号が、 具体的に何だったのかは示されていない。戦後の記事によればその信号とは、二つの青い光であり、フーサトニックのミハリンもフーサトニックの沈没後に、海上で青い光を見たと述べている。1864年当時の米海軍で、青い光といえば、発火信号を指したが、後世の出版物では誤って青い格闘だとされた。 発見されたハンリーの格闘のレイズは青ではなく無色だった。青い発火信号であれば、ハンリーがフーサトニックを攻撃した地点とマーシャル砲台の間の距離約4マイルなら容易に視認できたはずである。ディクソンは信号の発信後サリバン島まで戻るため艇を先行させたはずだが、その後何があったのかはわかっていない。ハンリーの発見者らは、 フーサトニックの乗員を救助しに来た連邦の軍艦、カナンダイグア号に意図せず衝突されたのではないかと指摘したが、引き上げられたハンリーの停滞に、そのような損傷は見当たらなかった。もう一つの可能性として、水雷は攻撃中に故障して意図通りに爆発しなかったのかもしれない。元の想定では、水雷は、ハンリーが150フィートほど離れた時点で爆発する。 よう考えられていた。しかし、フーサトニック上にいた乗組員の目撃証言によれば、水雷の爆発時点で、ハンリーは100フィートも離れていなかった。2008年10月、科学者たちの報告によると、ハンリーの乗組員は排水ポンプを作動させておらず、浸水していなかったらしい。サウスカロライナハンリー調査委員会の委員長は、こうなると、乗組員が、 酸素不足で失神したとする説の信憑性が高まると語った。乗組員はクランクを回して缶を動かしていたはずで酸素残量を計算違いしていたのかもしれない。2013年1月、ハンリーの管理員であるポール・マーディキアンは、ハンリーの亭主から伸びる長い指示棒の先端に銅製スリーブの痕跡を見つけた。これにより、ハンリーの衰来は、 指示棒に直接装着されていたことが分かり、水雷の爆発時点で、ハンディは、フーサトニックから6メートルも離れていなかったことが、判明した。この結果、明らかに上院は爆笑で即死したものだとする、論文が2017年8月に出版された。上院の死因は、臓器損傷と推測され、特に肺座症や、脳座症が考えられる。 ハンリーの乗組員は全滅したが、戦闘で一石の艦船を沈めた、最初の潜水艦として、海中戦闘の歴史に確たる足跡を残した。ハンリーの発見について、海軍歴史センターの海軍史ディレクター、ウィリアム・ダ・ドレー博士は、おそらく20世紀のアメリカで最も重要な水中考古学的発見と表現した。このちっぽけな潜水艦とその中身は4000万ドル。 以上の価値があるとされてきており、その発見とそれに続く寄付は、サウスカロライナ州が、かつて経験したこともないような重要で価値ある、貢献としている。H.L. ハンリー、チャールストン校で、クレーンで引き上げられているところ、2000年8月8日、ハンリー発見については2人の個人が別々に、報告している。海洋研究協会の水中考古学者、 イーリー・スペンスが1970年にハンリーを発見したとされている。これには1980年7月8日の市民開示、裁判所審理を含め、いくつかの立証証拠もある。1976年9月13日、アメリカ合衆国国立公園局は、海洋研究協会の報告した HL ハンリーの沈んでいる場所を、 国定歴史登録材に含めることを提案した。H.L. ハンリーを登録材に載せることが1978年12月29日に公式のものとなり、スペンスの主張するその場所が公式記録となった。1995年1月に出版されたスペンスの著書南軍海岸の宝物では、ハンリー発見に一章を割いており、 残骸の場所を示す点印の入った地図も載せられている。1995年4月、小説家、クライブ・カッスラーが資金を出した国立海中海洋機関の潜水チームを潜水婦ラルフ・ウィルバンクスが率いている時に残骸を発見したと主張した。クライブ・カッスラーはこれは新しい発見であると主張し、はじめその場所は、 フーサトニックよりも1マイル以上海岸側の水深、約18フィートであると主張したが、後にこれは誤りだったと認めた。実際にはスペンスが地図化して報告していたように、フーサトニックよりも沖合、水深、約27フィートにあった。ウィルバンクスは潜水艦が数フィートの沈泥に埋まっており、それが100年以上も、停滞を隠し保護していたと主張した。 この潜水譜は、前方ハッチと通気箱を砂から出して、潜水艦を特定した。潜水艦は、右舷側に約45度傾いており、厚さ4分の1枚し4分の3インチの錆で、覆われ、砂や貝殻の破片がついていた。考古学者が、船体の左舷側を掘り出し、船首の先行用翼も発見した。 さらなる調査で、全長約37フィートの手がそのまま沈泥の元に保存されていることが分かった。1995年9月14日、サウスカロライナハンリー調査委員会の委員長で、アメリカ合衆国上院議員のグレン・エフ・マコネルの公式要請に答えて、イーリー・スペンスは、サウスカロライナ州県事総長チャールズ・エム・コンドンと、共に、ハンリーを、 サウスカロライナ州に寄付する調印を行った。その後間もなく、国立海中海洋機関が政府当局にウィルバンクスによって沈船があるとされた場所を明らかにし、それが2000年10月に公にされた時、スペンスが1970年に示した場所と標準的な地図の誤差内にあることが分かった。スペンスは1970年にハンリーを発見しただけでなく、 1971年と、さらには1979年にもそこを訪れて、地図化し、1995年の著書でその場所を掲載した後は、国立海中海洋機関が独自に、ハンリーとして残骸を発見したことを明らかにし、国立海中海洋機関はそれを発見したと主張すべきではないとしている。ニューウェル博士は、スペンスの地図を使って、 国立海中海洋機関とサウスカロライナ州考古学人類学研究所の合同チームに指示を出したこと。最初の発見の項はスペンスにあること。彼の探査チームは公式確認のためのみに行動したことを先生のもとに証言した。このことは後に政治捜査の陳述、役所の職権乱用、及びその他疑問のある行動を伴い議論を続かせるもとになった。 ハンリーをそこに置いたままでの水中考古学的調査と、掘削の後で、2000年8月8日に、ハンリーを引き上げることになった。海軍歴史センターの水中考古学部、アメリカ合衆国国立公園局、及び、サウスカロライナ州考古学人類学研究所からの、学者チームに、様々な個人も加わって、引き上げ前に潜水艦を調査し、測量し、文書化した。 現地調査が完了すると、工作を潜水艦の下に通し、オーシャニアリング会社が設計したトラスが取り付けられた。最後の工作が取り付けられた後、引き上げ船カーリスサビーのクレーンで海底からハンリーを引き上げた。ハンリーは、チャールストン高校の外にあるサリバン島から3.5カ里以上、外側にある大西洋の海原に上がってきた。30年前に、 沈船の場所を特定するために六分ギや携帯コンパスを使っていたにもかかわらず、スペンス博士の示した地点の精度は、誤差52メートルで、その場所は、全長64メートルの引き上げバージの範囲内に、あることがわかった。2000年8月8日午前8時27分、この潜水艦は136年の眠りの後で、初めて水面に現れ、騎士の群衆や、 周辺の水上船に看護で迎えられた。ハンリーは一旦輸送用バージに固定され、チャールストンに栄光された。この回収作業は、ハンリーが、元チャールストン海軍造船所、現在は、ウォーレンラッシュ保管センターの特別に設計された、清水タンク内部に保管された時に終わり、その後は保存されている。ハンリーの乗組員は、指揮官のジョージ・イ・ディクソン海軍隊員、 フランク・コリンズ、ジョセフ・エフリ・ジャウェイ、ジェームズ・エーウィックス、アーノルド・ベッカー、CF ・カールソン誤調・五チ C ・ランプキン及び、ミラーという男性だった。指揮官であるジョージ・イ・ディクソン海軍隊は別として、ハンリーの死願乗組員の出自については長い間、解明されないままだった。スミソニアン博物館の国立自然史博物館で、働いている、自然人類学者、 ダグラス・オーズリーが意外の調査を行い、食物の主成分によってその葉や骨に残された科学的特徴に基づき、4人はアメリカ生まれ、他の4人はヨーロッパ生まれと結論付けた。4人はアメリカ食であるトウモロコシを豊富に食べており、他の4人はヨーロッパ食である小麦やライ麦を多く食べていた。法医学系図学者のリンダエイブラムスが、 南北戦争中の記録を調べ、血縁者の可能性があるものとの DNA 型鑑定を行うことにより、ディクソンとコリンズ、リッジャーウェイ及びオイックスの4人のアメリカ人の遺体を特定できた。ヨーロッパ人乗組員の特定は困難だったが、2004年後半に解決された。意外のあった位置からは、乗組員がその持ち場で死んでおり、沈みゆく。 潜水艦から脱出しようとはしていなかったことが分かった。2004年4月17日、ハンリーの乗組員の遺外は、軍装の例で、チャールストンのマグノリア墓地に埋葬された。南軍最後の総例とも呼ばれたこの時の改装者は3万5千人とも5万人とも言われ、中には1万人の軍人と市民の時代再現者もいた。ジョージーリクソン海軍は、 フリーメイソンだったので、当時所属したアラバマ州モービルの支部メンバーによって、フリーメイソンの典礼に従って葬られた。ディクソンの記念のために、毎年4月に、モービル湾港にあるドーフィン島の南北戦争史跡で、あるゲインズ取り出で、特別の屋外行事が行われている。この行事には、毎年全国のフリーメイソンが多く集まってくる。ハンリーは、 さらなる研究と保存のために、ウォーレンラッシュ保管センターに置かれている。その後の研究で、潜水艦のバラストとポンプの仕組み、火事と先行装置及び最終的組み立ての構造など、予期しなかった発見があった。2002年にある研究者が、ディクソン大医の見つかった場所近くを検査している時に、歪んだ20ドル金貨を見つけた。 これは1850年の鋳造であり、シ社医郎、1862年4月6日、私の命の守護者 GED という刻印があった。また、法医学系図学者が、ディクソンの腰骨に治癒された傷跡を見つけた。これは、ディクソンの家系に伝えられた伝説と一致しており、ディクソンの恋人、クイニー・ベネットが彼を守るためにその金貨を渡していた。ディクソンは、 シャイローの戦いの時にその金貨を身につけており、1862年4月6日に太ももを負傷していた。弾丸がそのポケットにあった金貨に当たり、彼の足とおそらくは命さえも救った。ディクソンはその金貨に刻印を打ち、お守りとして傾向した。毎週末、ウォーレンラッシュ保管センターのハンリーを収容している。保存研究室にはガイド付きツアーで入ることができる。 ここではハンリーの中で見つかった工作物や潜水艦に関する展示品及びビデオを見ることができる。ありがとうございます。